今回はまあプラモデルなんですけど、なんかちょっとね商品紹介みたいになっちゃいますね。で今回買ったのは SMC っていうところのフィルターレギュレーターになります。で型番がねこれ AW20F01BG1NA っていうものですね。でこの型番は全て意味があるので似てるからこれでいいやとかって買うと全くつかない規格のものが来たりするので注意してください。もしね同じのが欲しいと思ったらこの型番同じ型番で買うといいと思います。ただねこの型番のものっていうのはAmazonとかでは売ってないです。工具屋さんとかで買わないと多分買えないと思います。で工具屋さんとかでもね多分発注になると思います。まあ、ここね隠してあるんですけど別に隠す意味はないんですけど業者のね住所が書いてあったんで一応ね潰しておきました。じゃあ早速ね開封していきたいと思います。一応ね中身の確認だけ届いた時にちょっとしたので封は切ってありますけどね、まあ、こんな感じでねプチプチに入って届きました。で中身がこれですね。でこれ見てもらったらわかるかなと思うんですけどこういうね業務用のレギュレーターとかって組み立て前の状態で届くのでまあホースだけねつないで使いたいっていう方はクレオスだったりとかあといろんなねサイトで SMC のものでもね組み立て済みのものが売ってたりするのでそういうのを選ぶといいと思います。ちょっとね製品管理用だと思うんですけどバーコードがついてたんでねちょっと潰しました。で一応 SMC なんですけどまあ作ってるのはね中国みたいです。でこんな感じですね。これがまず本体でこれが梱包材か。でこれがプラグがしてあるので裏側でプラグがしてない方が表側でこっちがエアの出口かな、こっちが入り口かな、1、2って書いてありますね。入り口と出口だと思います。で次がね取り付け用のブラケットですね。ブラケットなしのモデルもあるんですけどまあ同じ型番で注文するとブラケットありっていう意味になってるのでブラケットがついてくると思います。これがパーツかな。でこれがねエアゲージですね。これでまあ圧力がわかる感じになってます。で使おうと思ったんですけど今回ちょっと使えないですっていうのがここのプラグもう付属するものだと思って買ったんですけどプラグが付属してないですね。なのでプラグを買ってこないとダメみたいですね。ホースを接続できないですね。じゃあねちょっとメーターだけねつけようかなと思います。でこのねメーターの取り付けにはオープンタイプのねスパナを使います。これでね締め付けていく感じですね。締め付けトルクはほとんどいらないのでこんなバカでっかい工具で締めるんですけど締めすぎには注意しないといけないですね。で、シールテープはねあらかじめ巻いてあるので締めていきます。でこういうのはね手で回るところまでは手で回してあげてゲージなんでね思いっきりギュッと手で回るとは言っても思いっきり力を入れるようなことはせずに力がいるようになったらねこれでオープンレンチで回してあげる。で締めすぎも良くないんでまあこれのね向きを合わせてあげれば十分かなと。
で、こんな感じでね、ゲージの取り付けができました。基本的には、まあ、エアがね、漏らなければいいっていう話なので、繋いでみてエアが漏るようだったら閉めるっていう感じにした方がいいと思います。全然ね、緩くても大丈夫です。エアさえ漏らなければ。で、これね、ゲージがついてて、ゲージ当然回らないんでね、もっと締めようと思ったら、あと綺麗に一周回さないといけないんで、かなりきつくなると思います。マジか、ここ接続ついてなかったか。そういう感じか。しょうがないな。仕方ないんでね、使うのは、まあ、これを、ホームセンター売ってるかな？ホームセンター行ってなかったら注文しないとダメかなっていう感じですね。で、あとね、このレギュレーターは 0.2 のところに矢印がついてて、一応ね 0.2 までの仕様にして買ってます。本来であれば 0.7 だったかなとか、結構圧力が高いところまで使えるんですけど、まあエアブラシで使うっていうところで、そんなに圧力高い圧力で使うことはないので、まあ圧力はね低めの仕様にして買ってます。実際ね、こんなでっかいレギュレーターいるのかっていう話なんですけど、もっと小さいね、レギュレーターでも全然いいかなというふうに思います。まあ、クレオスのね、レギュレーターとかでも全然いいと思います。今回ね、まあ、値段がね、そんなに変わらなかった。ちょっと高いんですけど、まあ、そこまで大きく変わらなかったっていうことで、試しにね、買ってみました。で、もう一つの理由はね、これ、メタルラックに取り付けようかなと思って、で、こういうブラケットで取り付けられるタイプのものっていうのを探してみました。これはね、こんな感じで、ここにはまって、これね、これで締める感じ。で、一応工具がかかる形状になってるんですけど、工具で締める必要はないです。手でね、ギュッと締めてあげて終わりですね。で、まあね、こういう汎用のものを買った時のメリットっていうのは、やっぱり交換部品ですかね。こういう中にね、まあ、エレメントっていうんですかね、とか入ってるんですけど、こういうのもね、交換部品があるので、2年に1遍ぐらいかな、交換したりとか、まあいろんなね、交換部品が出るので、まあ、長い目で見るとね、まあいいのかなっていう気はします。で、圧力の調整はね、このつまみなんですけど、このつまみをね、上げて、まあ回してあげる。で、下げてロックするっていう感じで使うみたいです。あれからね、数日経ってるんですが、ホームセンターをね、まあ何軒かはしごして、ようやくね、買ってきました。中間ニップルっていうやつですね。レギュレーター側に空いてるネジもホースのネジもね、同じ G8 分の1っていう規格なので、まあ両方 G8 分の1の規格です。で、もしねレギュレーターの方を別の規格で買った場合には、片側がね何でしたっけ、 R8 分の1とか4分の1とかいろいろありますよね。そういう規格に合わせて買う形になります。で、難しいのがこの G の8分の1っていうと、テーパーじゃなくてストレートネジなんですね。で、ストレートネジっていうのは気密が良くなくて、で、レギュレーターとつなぐ場合っていうのはシールテープっていうのを使うので、まあ気密が確保できるんですが、ホースとの接続ですね、ホース側はまあホースのね口の方にパッキンがあるだけなので、まあもしかしたらね漏れちゃうかもしれないっていうことですね。で、 G8 分の1の、標準的な気密の仕方っていうのは、パッキンはねこっちの
ネジ側に本来あるんですよね。でエアブラシの場合はナットの方っていうかホースの方にオーリングというかパッキンがあるので、ちょっとねいろいろ複雑で必ずしも気密ができるっていうわけではないみたいです。まあそこら辺はね工夫がいるかなと思います。で自分ね試してないんではっきりとは言えないんですけど、タミヤのねあのエアブラシを3本使えるっていうあの分岐するブロックみたいなのが売ってるんですけど、それがねどうもこういうニップルがついてるみたい、ブロックに半分隠れてるのでこっち側のネジが何が使われてるかわからないんですが、このねナットのところまで綺麗に隠れてるんですよね。で、テーパーネジの特徴としてはテーパーネジは途中で止まるんです。で平行ネジは奥まで割と入るので、もしかして両側 G8 分の1の平行ネジで作ってるんじゃないかなというふうに思うんですよね。なので機密を重視して、まあちょっとね金額的にはかかっちゃうんですけど、まあ試してもね2000円ぐらいだっけあれ、まあ全然それぐらいだったら試してもいいなっていう方はね、あのあれを分解して使ってみるといいのかなという気もします。もしかしたらねあのこの埋まってる方のネジが全然違う規格でつけれないっていうパターンもありえるのでね、ちょっと自分はねまあすぐ欲しかったっていうのもあるので、こういうねあの通常の中間ニップルっていうのを買ってきました。じゃあね早速開封していきたいと思います。あ、片側だけね先につけちゃいました。1個ずつしか置いてなくてね先に片側だけつけちゃいました。これね、ホースとつないで気密できるかどうかがわからない、漏れるかどうかがわからないって言ったので、それのねテストの仕方、まあ、簡易的なねテストの仕方なんですけど、コンプレッサーからね来てるホースがありますよね。それをまずつなぎます。で今ねこれは単純に延長用のホースなんですけど、実際にはねこっち側はもう一本レギュレーターをつなぐとしたらもう一本ホースをね用意してますよね。これをつなぎます。でこのね先はちゃんとエアブラシにつないでエアをね止めておきます。でこの状態でねコンプレッサーを電源を入れると、もう明らかに漏れる場合はねシューッと漏れてきます。で漏れない場合でもこうやって手を当ててたりするとなんかねちょっと冷たい感じがしたりとか、あのなんか音がしてなくても流れてるような感じがする時ってあるんですよね。でそういう時はビニールね、ビニールにこのつなぎの部分を入れちゃって空気をね抜いちゃいます。で空気を抜いてこうやって持っといてもいいし、輪ゴムかなんかでね止めて、まあ、手を離してもいいんですけど、そしたらね膨らんでくるんですよね少しずつでも。で膨らんできたら漏れてるっていうことなので、そういう時はねあの対策を考えてシールテープを薄く巻いてあげるとかいろいろ試行錯誤をして、でこれで漏れないなっていうところを探っていくといいと思います。ただねあの実際にあのこのまんまねここに取り付けるわけじゃないので一旦外しちゃうので、もう一回ね再現して、まあ、シールテープ何回ぐらい巻いたかなとかそういうのでねあの大雑把にはなっちゃうんですけどね。でテストしてみたんですけど、やっぱりね同じ製品なので同じ感じでした。軽くシールテープ巻いた方がいいかなっていうぐらいで、あの通常6周とか7周とか巻くんですけど、まあ1周2周とかそういう問題ぐらいの漏れかなという感じがします。音がするほどはね漏れないんですけど、でビニールをかぶせてもそんなにね膨らむって目に見えて膨らむっていうほどは膨らまないです。だけど時間をずっと置いとくと徐々に徐々に膨らんでるなっていう感じがしました。で使うのはねシールテープね。でシールテープなんですけど巻く方向があります。
こういう風にネジが締まりますよね。なので終わりがこう来てないといけないわけですよね。こう来てればこういう風にねじ込んだ時に緩みませんよね。ずっと巻き込まれていく方向。逆に最後の終わりがこっち向きに来てたら、こう締めようと思ったらこっちのシールテープが残っちゃって、シールテープがどん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 緩んでいく方向になっちゃうので、こうね最後のエンドがこっち向きに来るように巻いてあげます。ということは奥から手前に巻いてこうですね。これねシールテープの幅がありすぎるんですよね。で、先端から一山二山はシールテープをかけない感じでやります。ここにねよくかかってる人がいるんですけど、あれはね間違いです。ネジ山の先端からかけるわけではなくて、一山二山残してかけていきます。で、何周するかっていうのは6周とか7周ぐらいね、大体ですよ。締めてみてその締め加減とかで判断して全然いいです。で今回はこういう風に半分に畳んでいきたいと思います。で半分に畳んだんで半分3周とかそれぐらい、何周したかね、結構力、まあそんなギュッて引っ張るわけじゃないんですけど、軽く力入れながらねこう回したりとかして、視点がね分かりづらくなっちゃうので、そういう方はね視点ここですよって、そしたら目安ができますよね、何周したかって。まあ本当大雑把でいいのでこんな神経質なことする必要はないんですけど、まあ、ペンで書いてあげてもいいですし、マスキングテープとかで印をしてあげてもいいです。全然見当がつかなくなっちゃうよっていう方はこういう感じでやってあげるといいかなと。軽く引っ張りながら軽くね、あのネジ山にしっかりこういう感じ見えてんのかな、これネジ山のねギザギザちょっと見えてるね、ネジ山のギザギザっていう跡が見える感じで巻いていきます。でこれで3周と。で3周まで来たら、これね切り方どうするのっていう方いると思うんですけど、適当にちぎります、引っ張ってちぎります。これで OK。 結構エンドがねぐちゃぐちゃってなるんですけど、これで全然 OK です。こう軽くねなじませてあげて、でもちろんねゴミがついてないことを確認しますね。でこのね中にもゴミがあったらダメなので、中もね一応確認。あとはね普通のネジと一緒です。ただねシールテープ巻いてるんでなかなかね入ってかないんですよね。ちょっとね一旦カメラを止めて、緩く巻きすぎてたんでねちょっと引っ張ってギュッと巻き直しました。でこれねスパナを使って締めていきます。でまあこんなものはね回していけばいいです。であんまりバカ力で締めないようにね。力かかっちゃうんですね、こういうスパナとかでやると。手で回すとねもう全然回らないのでわかると思うんですけど、すごい力かかるので軽く回ってるんですよ。これ抵抗は感じてるんですけど、シールテープのねすごい軽く回っちゃうので、まあ、こういうのは気をつけながら、斜めに入ってたりするとね悲惨な目に遭っちゃうので、あのなんかガチッと引っかかったなと思ったらそれは異常なので、こんな感じで取り付きました。平行ネジなのでねここがぴったりいってますね。で一応これでまあつないで漏れてないかっていうのをテストした方がいいと思います。で漏れるのが分かりきってるんでね、軽くだけ巻いてあげます。
で向きがね逆になるんでね、気をつけてくださいね。ホースをねこうやって取り付けるので、こっち向きに巻いてあげないといけないですね。はい、今ね漏れのテストをしたんですけど、まあ大丈夫みたいでした。で、シールテープね、ここねホースつなぐときに若干やっぱり完全な互換性がなくて漏れちゃうので巻いたんですけど、シールテープね外すと一回一回傷むんですよね。なのでまあ外した時はね注意して戻した方がいいと思います。巻き直すっていうのがまあベスト、巻き直して漏れてないかテストしてっていうのがベストなんですけど、まあそこまでしないにしてもまあ注意してね、盛るようだったら巻き直すとかしてあげるといいと思います。でこのね SMC のレギュレーターの使い方なんですけど、まずねこのダイヤル、これで圧力を変えます。こっちがね上がる方、こっちが下がる方ですね。で入り口と出口が決まってます。今ねメーターを正面、ゲージを正面につけてるので左側が入力で右側が出力です。で背面にねメーターを取り付けることもできるんですけど、まあ例えばこっち側にコンプレッサーがあってこっちに壁につけたいなんていう時はこっちにメーターをつけるんですね。その時は矢印がねちゃんと書いてあるんですけど、こっちが入力でこっちが出力です。向きをね間違えないように、ここにもね矢印書いてあるんですよね。ゲージつけちゃってるんで見づらいんですけど、で水抜きなんですけど、水抜きはこれねオートドレーンではありません。オートドレーンのやつはオートドレーンで注文することもできるんですけど、エアブラシを使うのにオートドレーンだとオートドレーンの配管とかホースとかつないだりとかめんどくさいので、オートドレーンではありません。この中にね水がだんだん溜まってきますので、水が溜まったら緩めてあげて水を抜きます。ただ緩むだけね。で水を抜いたら締めてあげる。で終わり。あんまりギュッと締めないようにね、ただの線なんで。メンテナンスするときはこれを外します。このクリアのケースですね。これも単純にねじ込んであるだけなので、パッキンがついてるんでねちょっと硬いですけどね、手で外れます。工具がねかけられるようになってますけどね、手で外れます。で締めるときにね工具使わないようにね、使うとしても緩めるときだけです。でこのレギュレーターの特徴としては、もう見えてる人いるかな、これごと取れます。中のねエアエレメントっていうんですかね、がこっちについてくるタイプです。なので少ないスペース、このネジの分だけあればスポット外れるので、下にね何かがあってあんまりスペースが確保できないよっていう時にも使えるタイプになってます。これが AWA の方かな、 AWB の方は今まで通りこっちのね本体側につくので、このエアエレメントの分までこのクリアケースを下に下げて取らないといけないので、少しスペースがいりますよっていうものになってます。でまあこっちのねピンの方は引き抜かないでくださいっていうことになってました。分解のね手順とかも全部説明書に載ってます。説明書はねウェブの方にありますね。ということでね、今回も最後までご視聴ありがとうございました。これからもねミニ四駆とかプラモデルとかね、これで塗装も随分やりやすくなったと思いますし ねガーデニングとかもね今春で、まあいろいろとね植え付け時期も来てるのでね、というところでねまたいろいろね動画アップロードしていきますんで、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。